ということで、ここに攻略を見たわけじゃないんだよ。なんかたまたま目についてなんかあこれもしかしてみたいな感じで、すいません、なんでもないです。ん、なんだろうこれ、あの双子の忘れ物かな。見取り図置かれていた。そうだと思う。いたずらの計画に使うのかな。とりあえず没収しておこう没収。学校の見取り図を手に入れました。ほう、おそらく双子が書いた学校の見取り図、雑だが間違っていない。さてこの見取り図をどうするかだよな。でもまあとりあえずここはもう調べることなさそうだから、もう一回じゃあ移動して、はい、ということで、てれん、これでイカレ帽子屋ケンジさんに証明できるかな。今月お誕生日じゃない人リスト、そうチェシャ猫の教室にも作ってない、こういうの。1組は今月誕生日の人を貼り出してある。普通はそうなんだよ。へえ、そうなんだ今月誕生日じゃない人おめでとうリストを手に入れました。よし、これか。もうこれはダメだね、探索がしっかりできてなかった、自分が悪いわ。じゃあこれをイカレ帽子屋に提示しよう。あ、まだだった、会話からだった。よし、意地悪をするばかりではない。ここはじゃあちょっと飛ばしていって見せられる。こいつ、はい、これ。そう言って私は存在にお誕生日じゃない人おめでとうリストを手渡した。長いよ名前が。なるほど、君は今日誕生日じゃない。そうですけど、それが何か。おめでとうてててててて、てては誕生日じゃない日おめでとう。ああありがとうございます。別に誕生日じゃない日を祝われても嬉しくない、プレゼントもらえないしね。誕生日じゃない日の記念に君にはこれをプレゼントしよう。何？え？結構重要そうじゃない？これは紙と携帯電話？これまでが全くフェアじゃなかったからね。今更ですか？ここまで頑張った君に僕からご褒美。わあ、なんかこういう人からご褒美もらえるのちょっと嬉しいわ。ご褒美って。誕生日プレゼントは1年に1回しかもらえないけれど、誕生日じゃない日は1年で364日、毎日がお祝いだ。めでたいことだね。ああその携帯電話は白うさぎくんのものだよ。え、ちょ待ってください、遺品じゃないですか。いいんですか？よくないけどいいんだよ。え、意味がわかりません。せいぜい役に立ててくれたまえアリスくん。それが君にとっての最良になるかはわからないがね。それは一体どういう。私が困惑しているとチェシャ猫が私とイカレ帽子屋の間に割って入った。何？まあまあそんなに怖い顔しなさんな。チェシャ猫？渡すものは渡したし、私はこの辺で。はい、すぐに会うだろうしね。わあ、また裁判あるんだな。にゃっとして、帽子屋ケンジは手をひらひらさせながら去っていった。とりあえずもらったものに目を通しておいた方がいいかな。白ウサギの携帯電話を手に入れました。ほう、イカレ帽子屋から受け取った白ウサギの携帯電話、東校舎1階のドアノブの資料を手に入れました。ドアノブの、指紋か。なるほどね。改めて学校を探索してみると東校舎って不便だね。職員室や2年生の教室、図書室がある南校舎はもともと西校舎と言われていたみたい。
なんで名前が変わったの？その西校舎の北側に大きな校舎を新しく作ったから。ほう。それから東校舎はほとんど使わなくなって、分かりやすいように北校舎と南校舎にしたらしい。へえ、知らなかった。北校舎は綺麗だもんね。2年の教室も北校舎だったらよかったのに。そういうのあるよね。新築の教室はなぜか上の世代は使えないみたいな。これを詳しく見ると、赤道中学校、赤道かな、東校舎1階のドアノブから指紋検出、不可解な点あり。他は内外の指紋が一致していたが、さっき指紋のみ外からうちのドアノブしか、指紋を検出できず、指紋適合者、ハートの女王。あ、ハートの女王だわ。携帯。あ、ハートの女王からだ。今日の授業後。今まで無理を言ってごめんなさい。今日の18時に東校舎の視聴覚室に来てください。そこで全て消します。どういうこと？全て消しますって何？これ移動してどっかでハートの女王様に会えるかな？会えない。会えないんですけど。会えるとしたらどこ？体育館前。先生しかいないか。もう話せないよね。図書室はいるし、教室は？誰もいない。わー、体力がなくなる。昇降口。お！なんかありそう。違う。何もないんですけど、ちょっと体力がやばい。はい、ということでね、あまりにも解けなさすぎて、またしても攻略をね、見てきましたけど、ここで、あ、ちょっと考えるやっとくか。はい、ということで再び、攻略を見てまいりまして、この外に行けるらしいんですよ。ついに外は真っ赤だ。下には中庭が見える。あれ、中庭にハートのジョーさんがいる。ずっと会えなかったのは彼女が外にいたせいだわ。誰かと話しているようだが、ここからだとよく見えない。中庭に行ってみよう。中庭さん家に行ってみよう。中庭に行けるようになりました。おお、あんなところでハートの女王は何をしていたのかな。中庭に行ってみようかな。行きましょうよ、ずっと会いたかったんですから。中庭、さあどんな展開が。え、なんかめっちゃ青ざめてるけど大丈夫。中庭へ行くとハートの女王様がいた。何か思い詰めているような暗い顔をしている。どうしたの？廊下から見たときはハートの女王様の他にもう一人いたような気がするけど、今はハートの女王様一人だ。誰がいたんだろう。ハートの女王様？私が声をかけるとハートの女王様はびっくりとしてこちらを見た。わ、めっちゃびっくりしてるじゃん。めっちゃびっくりしてるわ。ごめんね、なんか急に話しかけて。不気味だったよね。何をいきなり。驚くじゃない。ごめん。ごめんなさい。私、話したい、聞きたいことがあって。何なのよ、私は忙しいの。手短に済ませなさいよね。はい、すいません、女王様。ハートの女王様、イライラしてるみたい。いつも怖いけどな。中庭で話していた人物、誰？さっきまでここに女王様の他に誰かいませんでした？いないわよ。私一人だったわ。そんな平然とした顔で嘘をつくんですか。即答だった。あ、じゃあ本当にいなかったのかな。私が窓から見たもう一人の人影は間違いだったのだろうか。でもさっき上から見た時ハートの女王様の隣に誰かいたような気が。何、狙われてたんじゃないの逆に。かわいそうに、眼科へ行きなさいな今すぐ。かわいそうな眼差し。かわいそうな眼差しで見られてる。そこまで言わなくても。
どうやらこのことについて詳しく話すつもりはないらしい。詳しく話すつもりがないというか本当にいなかったんじゃないの？どうなんだろう、いじめについて。ハートの女王様が、シロサギをいじめてたって本当のことなんですか？はあ、またその話なの。うんざりだわ。また？あ、あれかな、イカレ帽子屋ケンジに言われてたのかな。ちゃんと女王様の意見が聞きたくて。ね、今まで口で聞いてなかったもんね。いじめてたわ。はい、これで満足？諦めてる。本当なんですか？本当も何も。あなただってクラスで見ていたでしょ？ああ、記憶が抜けているんだったかしら。おめでたいことね。ああ、皮肉られてる。どうしていじめなんか、何か理由があったんじゃ。理由なんてあると思う？はい、ないと思います。え？人が人を好きになるのに理由はない、なんてよく聞くけどね。逆もしかりなのよ。確かに生理的に無理とかあるからね。人が人をいじめるのに何大層な理由なんてないでしょ。まあよっぽどひどいことされたとかじゃなければね。そんな納得できない。じゃあ容姿が悪いから、面白い話ができないから、運動が苦手だから、頭が悪いから、何でもいいわ。興味がなければ関係を持たなければいいだけ。いじめっていうのは相手を傷つけるのが本当の目的なんじゃない。いじめる側がそれによって優越感を得たり、コミュニティでの立場を維持するためにするのよ。ああ、女王様という立場を守るためにやったみたいなね。スクールカーストって言葉知ってる？わあ、ママカーストは知ってるよ。ママカーストは知ってる。学校での身分関係のことを言うんですって。すごい冷静に話してくる。こんな言葉が出来上がっちゃうぐらい、世界中当たり前のようにいじめがあるのよ。ねえ、やってる本人が言っちゃうんだからね。だから、特に説明できるような理由はないわ。これ以上このことについて聞くなら首をはねるわよ。本気だ、この目は。さて、じゃあここぐらいしか聞けないかな。もうこれで用件は済んだわね。まったく、なんて無駄な時間なのかしら。失礼させていただくわ。行っちゃうの？ハートの女王様。そう言ってハートの女王様は中庭を去っていった。めっちゃゆっくりした足取りだったね。さすが。首をはねるわよって恩人に言うセリフじゃない。間違いない、助けたのに。ねえ、さっき首はねられそうになってたはずなのに。うん、結局原因は何なのかわからなかったね。ちしゃ猫がうなずく。でも私はやっぱり何か隠しているような気がする。なんとなくだけれど。私もそう思う。で、携帯の画面になん、あ、なんか落ちてるよ。あれ、携帯？誰のだろう。ハートの女王様が落としたのかな。そうかも。ないと困るよね。届けてあげよう。誰かの携帯電話を手に入れました。クイーンって書いてある。もう絶対に女王様のやつじゃん。見たい。中見たい。見られるのかな？見たい。あ、見られなかった。残念。考える。単にいじめと言ってもまだわからない状態。これがわかれば事件が一気にひっくり返る可能性だってある。しっかり調べないと。ところで、ハートの女王様はここで一体誰と喋っていたんだろう。気になるな。結局教えてくれずじまいだったからね。他に、中庭のベンチだ。ここで休憩したり、お昼を取ったりする人もいる。ああ、樹木が植えられている。ああ、西日に照らされて眩しい。まあ、この辺、あ、なんだ？溝の隙間から何か見える？重くて素手では持ち上げられない。もしかして、ほうき使っちゃう系じゃない？よいしょっと。ん？何これ？手袋？すごい久しぶりというか、初めてじゃない？こんな、なんか脱出ゲーム要素出てきたの。血のついた手袋を手に入れました。え？まさか、イカレ帽子屋ケンジなんじゃないですか？
まさかまさか。何これ、血のついた手袋。少し血がついている。わー、何これ、気になる。他にはない？なさそうだね。よし、じゃあちょっと移動しましょうか。どこに移動するかな。図書室。この二人に話すことはもうないよね。他に廊下。お、久しぶりじゃない？ちょっと、私たちが廊下に向かうと、そこには眠りネズミさんがいた。はあ、癒される。あ、眠りネズミさん。アリスさん、引き続き事件の調査ですか？そうなんですよ。そう、僕に手伝えることがあれば言ってくださいね。さすがだな、できる男は違う。めっちゃにっこりしてるし。眠りネズミさんはそう意気込んでいる。協力者はとてもありがたい。確かに。お、めっちゃあるじゃん、シロウサギについて。被害者のシロウサギについて何か思い出したことはない？やっぱり名前をどこかで聞いたことがあるような気がするんですけど、すみません、思い出せません。そういえば僕よりアリスさんの方がシロウサギさんには詳しいんじゃないですか？思い出したんですけど、アリスさんはシロウサギさんの友達なんですよね。登下校の時一緒にいるのをよく見ましたよ。あーね、注目の的アリス。確かに私はシロウサギと友達だったと記憶にはないけれど、周りの人からはそう言われる。なんでまだ思い出せないのだろう。確かに。どうしましたか？なんでもないの。他には何か知ってることを何でもいいの。あとは、シロウサギさんって潔癖症なのかなって思いました。潔癖症？はい、なんで潔癖症って思ったのか忘れちゃいましたけど。シャネコ知ってる？シロウサギが潔癖症だったの？なんか日本語がたどたどしくなったわ。詳しくはわからない。私はそう感じなかったし、そういう噂は聞いたことがない。まあね、シロウサギさん地味だからね。あれ、じゃあ僕の勘違いかな。あの手袋なんか関係があるんじゃない？ハートの女王について。ハートの女王様についてはどう？何か知っていることはない？ハートの女王様ですか。実は僕、小学校の時から一緒だったんですけど。眠りネズミさんとハートの女王様は同性だったんだ。オナ性って言うのかな。まあ、ハートの女王様は僕のことなんて記憶にないでしょうけどね。小学生の頃から見た目通りの人でしたよ。すごい優しい笑顔。小学生の頃からあんな感じだったの。ね、女王様キャラ。とても大変そうだ。冗談抜きで。冷静に思ってるんじゃないよ。そうですよ。美人で強気で、勉強ができて、運動もできて、クラスのリーダーのような存在でした。素晴らしい。言いたいことはズバズバ言って、上級生だろうが先生だろうがお構いなし。ね、政治的に強そう。悪く言えば問題児でしたけど、何？異常だかにする先輩や、先生に怯えることなく向かっていく姿はかっこよかったです。全然いじめてる感じないじゃん。確かに小学生だったら、ああいう大人に向かっていく子供は輝いて見えたかもしれない。もちろん、ハートの女王様を敵視する人も少なくありません。中学に入ってからもそれは変わらなかったと思います。僕は、ハートの女王様をかっこいいと思っていますけど、ああいう態度が気に入らない人も大勢いるので、人の性格の捉え方は様々だものね。いじめについてはいじめ。はい、あくまで僕の印象です。なるほどね。ありがとう。いじめについて、いじめについてだったね、そういえば。いじめについては、すみません、詳しくは知らないんです。何せ別のクラスだったので。そうだよね。いじめ、シロウサギ。呪文のように唱えてる。何か思い出した？そうです、思い出しました。思い出したと言っても大した話じゃないんですけど、
今はどんな些細なことでも情報が欲しいの。お願い聞かせて。僕は違うクラスだったので、いじめの実情がどうだったとかは知らないんですけど、噂で3組の白ウサギさんがハートの女王様と取り巻きにパシられてるって、おとなしいからターゲットにされているんだろうって、そういう話を聞いたことがあります。あー、メロンパン買ってこいやみたいな。それはいつ頃の話？5月の初め頃だったと思います。新しいクラスに慣れて少しずつ他のクラスの話も聞くようになって、そう、4月末の勉強合宿の後からでした。5月の初め頃だったでしょうか。めっちゃ思い出してるじゃん。5月の初め、ハートの女王様があの性格だから、みんなはいじめの噂も納得してしまったんでしょうけど、ちょっと引っかかるんです。じゃあなんだろう、パシリにしてただけで別にいじめてはなかったとか。僕は休み時間はみんなと外で遊ぶより教室で本を読む方が好きだったんですが、そんな感じするわ。小学生の頃ってそういう生徒はクラスの雰囲気からどうしても浮いちゃうんですよね。ああ、よくご存知で。それわかるよ。運動できる子が人気出るんだよね。そういう子がクラスの中心になるの。ね、足が速い人がモテるとかあるよね、小学校の頃って。足が速い、おしゃべりが上手、ドッジボールが強い。私が小学生の頃はこれが人気の基準だった気がする。確かに。悪いことをしていなくても、おとなしい、みんなと違うということがからかいの対象になってしまうんです。幸い僕は大きないじめに遭うことはありませんでしたが、それでもクラスメイトからいじられることがありました。まあね、そうよね、そうだったの。でもハートの女王様にはこれといって何かをされたことはありません。異性だからかな。へえ、てっきりハートの女王様は昔からいじめっ子なのかと思ってた。あ、そう思うのも無理はありません。何せあの性格ですから。のんきやな。でも口や態度は悪くても義理は通すといえばいいんですかね。江戸っ子じゃん、めっちゃ。弱い者いじめというより強い者いじめというか。へえ、じゃあ違うね。私は夢で見た廊下の出来事を思い出していた。あれがもし真実であれば、ハートの女王様は白ウサギをいじめていたと思う。しかも結構陰湿に。あれはやはりただの夢だったんだろうか。だから僕はハートの女王様が白ウサギさんをいじめてるって話を聞いた時、ハートの女王様の機嫌を損ねるほどの何があったんだろうって不思議に思ったんです。あー、なるほど。だから白ウサギさんの名前を覚えていたんです。なるほど。眠りネズミさんはハートの女王様から白ウサギへのいじめはなかったと思うってこと？芋虫先生と一緒だね。あくまで僕の印象の中の話なので言い切ることはできませんが、白ウサギさんがハートの女王様の機嫌を悪くさせる何か原因があったんじゃないかって思います。原因ね。それがわかれば苦労しないのだけれど、ハートの女王様は理由はないと言っていた。自分の記憶とハートの女王様の発言と眠りネズミさんの意見、全部がバラバラで組み合わさらない。一体どれが本当のハートの女王様なんだろう。もう彼女しか知らないよね。私が見た光景、確かこの廊下だった。ハートの女王様は本当に白ウサギをいじめていた？それとも少しずつ情報が集まってきているような気がするんだけど、一本につながらない。まだ探し足りないんだ。ちょっと回復をさして、じゃあ教室行ってみようか。はい、ということで、こんなのわかるのかな。普通にやっててこれわかった人いたら相当すごいと思うわ。携帯を差し出す。女王様の探し物ってもしかしてこの携帯？それハートの女王様の携帯だ。もしかして君が盗んだの？まさか。人聞きの悪い。あ、人聞きの悪いこと言わないでよ。落とし物、さっき中庭で拾ったの。この携帯はハートの女王様のものなのかな。なんだ、また女王はやられたのかと思った。おい、バカ、
何？お前ら知ってんだろ、なんか。また失言失言。忘れていいよ。忘れられるわけないでしょ。そんなこと言われて、はい忘れましたなんてできるわけないでしょ。そこをなんとか。君ならできるよ。こいつら 1,2 のポカンって具合にさ、わー、わざマシン忘れる時だ、ポケモンの。やめてよ、殴ろうとするなんて。まったく、お前が口を滑らせるから。なんだよ、いつもミスするのはそっちじゃないか。ちょっとふざけないでちょうだい。困ってる。とっておきだから話したくなかったんだけどな。仕方ないか。まったく。でも何でもペラペラ話す趣味はないな。とっておきの話が聞きたかったら、僕らが話す気になれるような面白いもの、このハートの女王の携帯と関連あるものを見せてよ。そしたら僕らが知っていることを話してあげる。またなの？なんだろう。双子が見た光景。あの手袋じゃダメなのかな。一回やってみようか。あの手袋。あの手袋か、白ウサギの携帯かな。とっておきの話が聞きたかったら、僕らが話す気になれるような面白いもの、この携帯と関連あるもの。だってあれだよね、女王様からのメールが来てたもんね。そうだよね。はい、さっきイカレ帽子屋ケンジからもらったの、白ウサギの携帯電話、ね、なんですって。白ウサギの携帯電話。これだよ、これこれ。あ、めっちゃ喜んでるわ、よかった。さあこれでいい？あなたたちが知っていることを話してちょうだい。よろしく。ここまでされたなら仕方ないが。分かったよ、話すよ。あなたたちはまたやられたって言ったよね。ハートの女王様は前にも携帯電話を取られたりしたの？女王たるもの、そんなことがあっていいのでしょうか。そうさ、僕らは見たんだ。見た？4月の終わり頃のことだよ。あ、怖いんだけど。なんかいたずらを終えて2年3組の教室の前を通りかかった時さ、誰もいないはずの教室で何やらごそごそ動いている人影が見えるから近づいたら、そこにいたのは白ウサギさ。なんとなく僕らはそれを影から見ていた。なぜ影から見てたんだ。すると白ウサギがハートの女王のカバンを漁って携帯を取り出して、それをしばらくの間いじってたんだ。そしてまたカバンに戻した。それ本当にハートの女王様のカバンと携帯だったの？見間違えるもんか、あんなでっかいハートのストラップ。まあ確かにね。あんなのつけてるやつ、僕らの学年にいる？いないかな。いない。チェシャ猫が久しぶりに参戦したわ。それに僕らが見たことを次の日ハートの女王に言ったんだ。うわー、告げ口。その時は珍しくハートの女王は驚いて青ざめていたな。青ざめた？怒り狂うの間違いじゃないだろうか。まあ誰だって自分の携帯は見られたくないよね。何をされたんだろう。自分の秘密や隠したいことがぎっしり詰まったものを肌身離さず持ち歩く現代ってすごいね。確かに。まあそんなわけで、すぐにハートの女王は白ウサギを探しに行った。そしてその後のことだけど、白ウサギが僕らに鍵を貸してほしいと言ったのさ。もちろん OK したよ。面白くなりそうだったからね、こいつら。あなたたちって本当。でも白ウサギはなんでハートの女王の携帯を。確かに。それは本人にしかわからないんじゃないかな。もう本人から直接聞くことはかなわないけどね。どういうこと？こっからどこに行けばいいの？女王に会いに行くの？あ！教室に入るとハートの女王様がいた。あれ？ハートの女王様。
アリス。中庭で会った時とは打って変わって元気がなさそうだ。携帯がなくなったからかな。どうしたんですか。元気がなさそうですけど、早く携帯返してあげて。別にあなたには関係ないでしょ。そう言ってそっぽを向いてしまった。ハートの女王様の元気がないとなんだか調子狂うな。あ、そういえば携帯返して。ハートの女王様はこれ落としませんね。言い終わる前に差し出した落とし物の携帯電話を取り上げられた。ものすごい形相で睨みつけられる。どうしてあなたが持ってるの。だからあの中庭で拾ったんです。怖い怖い、目が本気だ。確かにさっき中は見てませんよ。落とし物を届けただけなのに、なんでこんなに睨みつけられなきゃいけないの。そう、ありがとう。デレたデレたぞ。ツンデレのデレが。そう言ってハートの女王様は携帯を制服のポケットにしまった。これ制服なの。どういたしまして。そしてハートの女王様はうつむいたまま教室を出て行ってしまった。びっくりした。あんな風になるなんて思わなかった。あそこまで怒るって携帯の中身が気になる。確かに見とけばよかった。やめときなよ、殺されちゃうよ。それよりさ、だいぶ情報も集まってきたし、聞いたことを整理しない？いじめをやっていたと言ったのは本人のハートの女王様とトゥイードルな双子。いじめは見ていないけど噂だけ聞いたというのは眠りネズミ。いじめは見ていないし、裁判で聞くまでいじめがあったことすら知らなかったのは先生。うん、全員の意見がバラバラなんだよね。ハートの女王様と聞いたいじめの内容が噛み合わないというか。でもやっぱりいじめがなかったとも思えない。あの光景は現実だと思えるほどすごく鮮明だった。やっぱりハートの女王様がいじめをして、それで白ウサギが、まあ一番筋道が通りそうだけど。何？マイクテスト、マイクテスト。三日月ウサギだろう。何？全校生徒は至急体育館に集まりなさい。裁判が再び？これより精神裁判でいじめっ子を処刑します。え？繰り返す。全校生徒は至急体育館に集まりなさい。精神裁判でいじめっ子を処刑します。以上。三日月ウサギじゃない。いじめっ子を処刑って。え？もしかしてハートの女王が？多分そうだよ。このままじゃハートの女王様が処刑される？行こうアリス。どういうこと？死の鍵クリアー次の章のタイトルまで見ましょう。いじめっ子の処刑。そのままだった。うわー、めっちゃ気になるけど今回はここまでにします。皆さんご視聴ありがとうございました。次回に続きます。